ちは。こんにちは。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の施工のお部屋の近く、はい、もう一つのお部屋を施工していきたいと思いますが、はい、コジマジックさんお願いします。はい、収納時コジマジックと申します。まあいろいろとね、収納のことを、スペシャリストとしていろいろとね、メディアの方で伝えさせていただいてるんですけども、今回は、お部屋のですね、壁紙をぐるっと変えたくてですね、お願いした次第でございます。なぜ壁紙や本舗とコラボしたいなというふうに思っていただきましたか？もう単純にファンです。インスタをめちゃめちゃチェックしてて、今回の壁紙もそうなんですけど、現状復帰というのが前提としてありまして、何かいい壁紙ないのかなっていろいろネット検索してたら壁紙屋本舗さんにたどり着いて、そっからもう毎日のようにチェックして、で、ひょっとしたらお願いしたら、コラボしてくれるんちゃうかということで、前回の施工などはいかがでしたか？いや、めちゃめちゃテンション上がりましたよ。楽しそうに。いや、本当に壁紙を貼ることもめちゃくちゃ楽しかったですし、あ、こんだけ印象が変わるんだなと思って、まあ正直前回のは古い物件、築60年の物件だったので、これお客さんが喜んでくれるような物件になるかなと思ってたんですけど、もう壁紙変えるだけでなんかちょっと泊まりたいと思って、非常にもう満足しております。今回のこの部屋も前回使用しなかった壁紙などの商品もございますので、今日もそのあたりの壁紙の貼り方も一緒にやっていきたいなと思っております。楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはですね、こちらの壁紙を貼っていくわけなんですが、どういった壁紙を貼りましょうか？はい、ブラックスウォールペーパーという壁紙を貼っていきたいと思います。めちゃくちゃ可愛いからよ、ほらすっごいリアル。こちらは環境のことを考えた土に変える壁紙です。ということはこれを土に埋めたらなくなっちゃう？なくなっちゃう。SDGs の、ね、時代ですから、いいですね、地球に優しい壁紙だ、はい、これはなんかこう効果とかもあったりするんですか？はい、湿気を吸ったり吐いたりして調湿効果が期待できる壁紙です。めちゃくちゃいいですね。これは何も糊とかついてないんですけど、どういう風にして貼っていきますか？はい、こちらにあります、剥がせる糊というのがあります。これをお水で溶かしていただきまして、この糊を壁の方に塗って、この乾いた壁紙を優しく押さえながら貼っていきます。この壁にね、糊を塗るじゃないですか。で、剥がした時にどうなんですか？はい、この壁紙の上から水で霧吹きを吹いていただきまして、うん、はい、壁紙と糊ふやけてくるので、スルッとこの壁紙が取れてきてくれます。ああ、で、こっち側に糊は残らない、うん、ちょっとやっぱり残ってるかもしれませんので、はい、固く絞ったタオルで拭いていただきますと元に戻せます。素晴らしいね。だから賃貸でも全然ね、壁紙を貼ることができるという。ではこちらの方に糊を塗っていきたいと思いますが、はい、壁紙のちょっと幅が広い状態のところまで糊を塗っていただきたいと思います、はい、この端っこのところ、このハケを使って塗って、はい、ローラー大きいところ塗っていただいていいですか？はい、わかりました。下から塗っていただいて大丈夫です。糊が塗れましたので壁紙貼っていきましょうか。はい、壁紙が届くときこういう状態で届きます、うん、この壁紙は、はい、こちらの方に糊が回ってしまいますとシミになったりしやすいので、はい、表に糊が回らないように、うん、逆に巻き直していただいて、うん、この状態にしてポンポンポンとこう壁紙を置いていくような感じで貼っていきます。
な。そっか、このままこういう風に貼っていっちゃうと表面に塗った糊がつく可能性があるから、壁紙によってはちょっとこう巻き直して貼る方が綺麗に貼れるから。これはコツよ。こんな好きやわ。では上の方から貼っていきますね、はい、切り白を出す3センチそれぐらい出していただいて、はい、この状態で少しずつ少しずつ優しく貼ってあげるといいと思います、はい、こういう風にやったらここはのりがついてますけど、下ろしていくとこの裏側にのりがつくからシミになりにくいってことなんですね。そうですね。なるほどな。これ素晴らしい。何ですかね。わ、結構しっかりしてるんだ。浮いた状態でハサミ入れると切りすぎにも注意が必要で、切らないといけないところを確認しながら。本当だ、ちょっと斜めになって怖いですね。針に切る。このジベラというものとカッターとセットで切っていくんですけども、はい、尖った方を角の方に使って、で、グッと押さえて、カッターはステンレスのところにグッ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 と、ちょっと布っぽい壁紙ですので、力入れて切ってみてください。はい、この角っこは2枚一緒にこういう風にして切る、はい、そうですね。まずそこの1枚で切ると、ジベラの角で破ってしまうというところがあります。へえ、そうなんだ。余分なものがすべて下で切れてしまったので、角のところを破らず。なるほどな。この角のところって残ってたりするとこう引っ張ったりしたらビーってこう内側にね切れちゃったりもするし、こうやって切っとけば次の作業がしやすいってことなんですね。右で持ってまして、はい、ってことは必然的に左でジベラを持つことになります。ここを当てた時に上の方からカッターをこういうふうに入れてしまいますと、切る時に左の腕がものすごく邪魔で、カッターはこんな風になって非常に危ない作業になりますので、グイッとこの下からくぐらせて、うん、あ、そういう風にやるの。こんな感じで。そう、一番下を切るときはどうやってやるの。はい、これもずっと下まで行きますと、うんうんうん、まずジベラが角度がついてる方が下にセットして、うん、このまま行くと非常に危なくなりますので、これは下から切ったところでつなげるみたいな、うん、なるほど。もう綺麗に切れてきます、これ。ジベラの使い方勉強なるわ。なるほどな。下の方をギゴ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 と入れて、ここのラインを。しっかりしてますもんね。そうですね。すると、ここのところが。なるほど。これも全面に来るわけだから印象も変わりますよね。どんだけ貼るとやっぱり調湿効果もね、はい、期待できますもんね。続いてはこの洗濯機周りに貼っていく壁紙なんですけど、どういったものがありましょうか。はい、こちらハッテミーというお水に強いシール壁紙になります。ハッテミー。
今回は洗濯機周りということで、はい、水に強くてお掃除もしやすい壁紙になってます。なるほど、まあ、それもだから壁紙を選ぶ時のポイントですよね。そこで何をするかを考えてその左右に合った壁紙を選んでいくという、このタイル柄を貼る時のポイントとかありますか？はい、このタイルにはこのネジというものが、はい、もうこのネジの縦のネジですね、うんうんうん、これをこういうところに貼るときに、はい、この出っ張った角のところですね、はい、そこにこの縦のネジを持ってくることで、このタイルの出方が自然な形で貼り付けることができるので、まあ、その辺も考えて貼っていきたいなと思ってます。なるほど、ネジ考えるんや。確かにその方が仕上がりが綺麗ですもんね。そうですね。あとは上下の向きですね。ああああ、上下の向き、はい、このタイル見ていただくと下にこう黒いこれ影が印刷されているので、うんうんうん、上下を間違って貼ってしまいますと不自然になってしまいます。なので上下の確認もしっかりとお願いします。なるほど、これだったら下に影がついてるからこの向きで貼っていくってことですか？はい、かなり立体的に見えます。そっか、確かにこれは逆だと上っ側に影が来てるからなんか違和感が出ちゃうってことですね。この辺な感じなんです。じゃあこれでも普通に合わせて貼っていけばいいですか？はい、これをこのネジのところにこういう風に合わせながら貼っていきますが、はい、この粘着はドット状にめくりやすくなっているシートですので、はい、この感じに。あ、本当だ、ドットになってる。空気抜きやすくて剥がす位置をこう調節もしやすくなってますので、はい、安心して貼り付けていけると思います。なるほどなるほど、角にこうやって合わせてスタートしちゃいがちなんですけど、これをしてしまいますとその時はねすごく綺麗な感じにはなるんですけども、はい、やはりこの状態でこう何日かついていくと少しずつお肌にペロペロとめくれてくる可能性があるので、はい、出ずにというこの出っ張ったところはくるっと回して貼っていただいた方が長持ちすると思います。なるほどね、確かにこうペラッとこう当たったりしたらここが剥げてくる原因になったりもするから回して貼る方が長持ちすると思います。これも綺麗だと思います、はい、じゃあ早速貼っていきましょう、はい、こうやってここタイルのネジとかを合わせるとめっちゃ綺麗ですね。ここを基準に横に広げていく、はい、